地図水戸芸術館は、1990年3月22日に、開館した茨城県水戸市にある美術館、コンサートホール、劇場からなる現代芸術の複合文化施設。設計は建築家の磯崎真。運営は、公益財団法人水戸市芸術振興財団。初代館長は、音楽評論家の吉田秀和。吉田の公認として2013年4月1日に、 同館専属の水戸市内管弦楽団の音楽顧問である指揮者の小沢誠二が二代目館長に就任した。水戸市中心部に立つこの施設は中心主街地活性化の意味も込めて、敷地教会のため移転した水戸市立後検証学校の跡地に市政100周年記念施設として建設された。発案者である当時の水戸市長。 佐川和信が文化による町おこしを意図し力を入れたため、市の年間予算の1%を活動資金にする制度を日本で初めて導入した。建設費は103億5584万円。また、美術、音楽、演劇の各部門には、開館前から芸術監督が任命され、彼らが施設に必要、不必要な機能などを設計者と協議し、 設計に反映させている。これら1%予算や芸術監督制度は市長が変わった後も引き続き続けられ、館の活動を支えている。その後、芸術監督制度については、美術部門、演劇部門での辞任、音楽部門、畑中良介の成拠に伴い、それぞれ企画運営委員会と財団による運営に移行している。日本各地から観客を集めている。 自主企画によって演奏や展示などの事業を行い、専属の劇団や楽団を持つソフト重視の運営形態が特色である。2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震では、天井の一部やパイプオルガンなどが破損し、タワーの展望室にいた4名の観客は取り残され、非常階段で避難した。地震後は点検などのため5月末までの休館を、 余儀なくされていた。水戸芸術館のタワー中央に大きな芝生広場と欅の木があり、通りに面しており、野外コンサートやフリーマーケットに使われている。この広場を各部門の建物が3方から回廊で取り囲む古典主義的建築の手法に習った形状となっており、各建物は人間的なスケール感を醸し出せるよう分設されている。 さらに、市政100周年を記念して企画された建物であることから、チタンの正三角形パネルを組み合わせて、螺旋状に天に伸ばした、高さ100メートルのシンボルタワーがそびえており、地上86.4メートルの展望室から、水戸市とその郊外を眺めることができる。また冬には、市民の手で、イルミネーションが行われる。この形状は、DNA の螺旋形状であり、 同型の形が反復しながら無限に伸びてゆくのは、ブランクー市の無限柱に着想を得たものでもある。石などの素材に覆われ立方体、円柱、ピラミッドなど重力的に安定した形態をしている低層部の建物と空へ伸びる銀色の構層のタワーとは対立的なデザインがなされている。タワー建設にあたっては、当時運輸省航空局から高さ六十メートルを超える 建築物は航空法に基づいて衝突防止のために目立つよう赤白に塗り分けるか点滅灯をつけるよう指導され芸術館スタッフはタワー完成直後に航空局職員を招いて措置を取らなくても十分目立つと説得工作を行った結果としてかなり目立つと判断したが証拠となる数字が欲しいとの指摘がなされ証拠のための写真撮影に失踪したという パイプオルガン高さ11メートルの吹き抜けが建物を貫き、パイプオルガンが設置され、ここで単独でのコンサートも行われる。オルガンはあえてコンサートホールから出され、エントランスホールをオルガンホールとして音響もオルガンに特化させている。クラシック音楽専用ホール。六角形のステージがあり、座席が取り巻いている。舞台背後にも座席があり、 合唱体のために使うこともできる。ホール天井は3本の大きな柱で支えられており、空間にアクセントを与えている。天井の音響反射板は、可動式で演奏する音楽の特性に合わせて、最適な残響に変えることが可能。座席数620席から680席まで、可変。水戸室内還元楽団、ATM アンサンブル、ミトカルテット、 シンダビット同盟という四つの専属室内楽団を持ち、その演奏がホールの活動の中心である。また市民演奏家合唱団による演奏も時に行われる。これら専属楽団の中でも、ミ戸室内管弦楽団は、小沢誠治を音楽顧問として迎え、小沢自身他世界の気鋭の指揮者の指揮によるコンサートも随時行っており、合わせて上野駅から、 水戸駅までの 117.5km を特急利用で最速65分前後の乗車時間で結んでいる立地条件も手伝って幅広く聴衆を集めている。472席から636席まで席数可変の劇場。舞台を囲むように円形に座席が配置され、さらに3階まで座席があるが、舞台の面積が大きいので最上階や、 最後方からでも舞台との距離は近い。また舞台は十分割してすり上がるようになっており、舞台を小さくして座席を多めにしたり、舞台を階段状にして演出意図に合わせることもできる。演目は脳、ダンス、演劇、映画上映など多彩である。衝撃上劇団や能楽師を招いての新作などの企画を行うほか、水戸子供演劇アカデミー、 水戸市民演劇学校といった子供や市民に対するワークショップ、本格的な演劇指導など市民に対する教育も行う。また、悪夢という専属劇団を要し、コンテンポラリーダンスや新作劇上演なども行っている。演劇部門芸術総監督は松本小四郎、美術ギャラリー。この部分のみを指して、 水戸芸術館現代美術センターとも言う。合計9室の展示室を持ち、高い天井、明るい照明や外交、どんな作品でも受け入れることのできる、主張の小さい白い壁面などが特徴。形状も回廊上の細長い空間や、トップライトを持つ高い空間など様々である。壁に直接釘を打ったり絵を描いたりすることもできるなど、使用方法は自由さを重視している。 企画は基本的に自主企画で現代美術にほぼ特化している。作家の古典グループ展や作家を取り混ぜてテーマ性の濃い展覧会を行ってきた。特にクリスチャン・ボルタンスキーやジェームズ・タレルの古典サワラギノイ企画の日本ゼロ年展などは大きな反響を呼んだ。2005年は海洋堂の奇跡展、グラフィティアートの日本初の企画展など話題を呼ぶ。 企画も行っている。また展示室級は、クリテリオムというタイトルの20歳代から30歳、大前半の若手美術家を取り上げる古典シリーズを行い、多くの美術家を発掘して紹介している。通常の美術館とは違い、企画展示に予算を集中しているため美術史の流れに沿った収集や関連する作品を合わせて収蔵するような、 系統だったコレクション形成を図るような活動は行っておらず、企画する展覧会開催に必要な場合にのみ、美術作品を収蔵している。離れた場所に80名弱収容の円形会議室があり、これら各部門に関係した会議を行うことができる。またタワーの足元にはレストランがあり、披露宴などにも代用している。ありがとうございます。